皇家とは、王女や王女が皇族、王族以外の男性に嫁ぐことを言う。日本では皇族女子の内親王、女王が非皇族に嫁ぐ場合を指す。内親王の結婚相手は、律令の、軽司令では天皇もしくは四世以上の皇親に限るとされ、古代には非皇族との結婚はなかった。また、それ以外の皇姓女子の婚姻に関する規定もほぼ同じであり。 当時、更進としての法的扱いの範囲外とされ、更進女子の称号であった女王を名乗ることのみが許されていた、ご西洋の女性と、進化の婚姻が認められるに過ぎなかった2月16日の核によって、ご西洋と進化の婚姻も禁じられている。これらの禁令は、天皇とその一族の持つ血縁に基づく、尊気性を保護維持するための政策に基づくものであったと考えられている。 ところが、漢武天皇の延暦12年9月1日章によって、大臣、両家の子孫には三世王いかとの婚姻を許し、特に漢武天皇擁立に貢献があった藤原氏に、対しては、例外的に二世王との婚姻を許すことになった。もっとも長年の伝統的関連は広く貴族社会に、残り、平安時代に入っても二世王もしくは三世王との婚姻は、 数件しか行われなかった。だが、旧世紀後期には、次第に緩やかになっていき、10世紀中期に入ると、王女が進化に嫁ぐ例が見られるようになる。これを効果と言い、王女を妻にもらい受けることは男性にとっては、非常に名誉なこととされ、主に平安中期に多く行われた、女三宮み屋、落葉飲女二宮などの例が見られる。その後は、 女院の増加や内心の宣言の減少などにより、平安後期から鎌倉、室町時代にかけて内親王の効果はほとんど途絶える。江戸時代に入り後設計の効果が復活、また幕末には和宮が将軍、徳川家持に課し、唯一武家への効果の例となった。なお、内親王、女王は非皇族と結婚しても、本人の皇族としての身分はそのままであり、 皇族を離れて、突ぎ先の姓を名乗ることはなかった。しかし現代は、皇室天般により、非皇族との結婚に際しては、皇籍離脱が定められ、昭和天皇以降のうち神王、女王は婚姻による皇籍離脱となっている。旧皇室天般が施行されている時代においては、内親王の降下事例は存在しなかった。その後元皇天般下において、 高宮和子内親王が高塚佐都市道と婚姻することで89年ぶりに高下に相当する婚姻が発生した。以降も内親王は基本的に旧家族の当主、または刑事との婚姻を行ったが、このうち、清美や高子内親王においては家族出身ではあったが刑事ではない島津久永と婚姻、協議の平民に相当する人物と内親王との初の 婚姻事例となる。その後三笠の宮家出身の様子内親王が初めて、皇族、家族の血を直接引かない抗議の平民出身者である、戦争室と婚姻、則宮清子内親王が同様に天皇の、巫女としては初めて平民出身者である、黒田義樹と婚姻している。王女の効果の発令としてよく挙げられるのは、佐賀天皇王女玄潔予と、 藤原義房の婚姻であるが、潔予びめの場合は、結婚前に、すでに厳正を賜り、親戚に下っており、内親王と親家が結婚した発令は、第五天皇王女禁止内親王と、藤原諸助である。ただしこの時は、父天皇の許可を得ていなかったと見られ、天皇により、内親王の効果が再化されたのは、三条天皇王女、子内親王の例が最初とされる。 順序は、摂政の就任順。ただし、江戸期から続く裏千家の家元である。もっとも、金畿内親王と、藤原諸助の婚姻以前に、親戚降下した巫女が進化への降下した事例は、源の清姫と、藤原義吉お及び源の純子と、藤原忠平の例しか存在しておらず、共に当時としては破格の待遇であった。金畿内親王と、 藤原諸助の婚姻成立時期は不明であるが、延長8年に、第五天皇が没死しており、それ以後であった可能性がある。2018年10月29日の綾子女王、皇籍離脱以降から、現在の内親王、女王一覧皇室の皇成図、宮内庁天皇及び親王からの続き柄、直系存続の天皇から数えた数。ありがとうございます。